テニスのウィンブルドン、イギリス、ロンドン、芝、グランドスラムは9日、女子シングルス準々決勝が行われ、第7シードの J. パオリーニ、イタリアが第19シードのイーナバッド、アメリカを6に、6対1のストレートで破り、大会初のベスト4進出を果たした。また、四大大会においては準優勝した先月の全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレイ、グランドスラム、 に続き2大会連続の4強入りとなった。パオリーニ、ルバキナラ・ウィンブルドン組み合わせ。ウィンブルドンでは初出場した2021年から3年連続で初戦敗退を喫していたパオリーニだったが、今大会は1回戦で世界ランク55位のエスソリベストルも、スペイン、奥田し初勝利を挙げると、2回戦で同80位のジーミネン、ベルギー、3回戦で同176位のビー・アンドレースク、カナダ、 4回戦で第12シードのエムキーズ、アメリカ、を破って8強入りを決めた。準々決勝、世界ランク7位のパオリーにはファーストサービスが入ったときに68%の確率でポイントを獲得。ナバットのブレイクを一度に抑えた。また、ネットプレーが冴えており、17度ネット前に行き、そのうち16度をポイントにつなげた。リターンゲームでは6度のチャンスを喪失し、 5度のブレイクに成功わずか58分の快勝でベスト4入りした。準決勝では世界ランク37位のデーベキッチ、クロアチアと対戦する。ベキッチは準々決勝で予選から出場した同123位の L3、ニュージーランドをフルセットで下しての勝ち上がり。